い、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はインボイス制度がいよいよ始まるんだけど、これを知っておかないと自分の身も守れないかも。インボイス制度において法律違反になる場合がある。その観点から本日の動画解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックしてみてください。また本も出版しています。自営業個人事業向けに本を出版してますので、こちらの方もぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の動画内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容です。インボイス制度、それって法律違反になるんじゃないの、について本日は動画で解説していきたいと思います。はい、じゃあ本日何を話すかと言いますと、まずこれですね、取引違反にならないように皆さん注意してくださいよっていう動画になります。インボイス制度について簡単にざっくりと紹介します。インボイス制度についてね、他動画で出てますので、そちらの方で復習してからこちらの動画に戻ってくるようにお願いします。はい、次に法律違反、要は取引違反となるっていうのはどういうことかという方で、2つの法律を紹介します。下請け法と独占禁止法についてざっくり解説して、じゃあ具体的法律違反にならないようにはまたどういったことが法律違反になるのかということで、インボイス制度での具体例を紹介したいと思います。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、しっかりと皆さん自分の身を守るため、また取引先との取引の仕方によってね、法律違反にならないようにしっかりと押さえておきたい内容になっています。ぜひ動画最後の方までご覧になってください。はい、本日結論なんですけど、インボイス制度がね、令和5年の10月からいよいよねスタートするということなんですけど、企業側、要はね大手とか中小企業さんは法律違反にならないようにということで、注意点としてこの動画見ていただけるといいと思います。また自営業、小さいビジネスをされている方は、自分を守るためにこの情報を知っておくと、取引する時とか話し合いの間でもしかしたら有利になる、もしくは自分を守るため最低限のラインを守れるっていう可能性が多いですので、しっかりと押さえてください。そしてね、知らないと自分が損する可能性が高いのがインボイス制度です。よくわからない、知らないと言っていると自分が損をする、もしくは痛い目に遭いますので、情報と知識で可能な対策をして我が身を守るようにしてください。はい、ではインボイス制度について簡単にね紹介したいと思います。インボイス制度というのは、今回のね制度に参加しよう、登録を受けようとする事業者は税務署へ登録申請書を提出して、登録がされると課税事業者になるというものです。たとえ免税事業者であっても、登録をすると課税事業者になるということですね。分かりやすく簡単に言いますと、そういうことになります。そして登録をすると、登録番号が発行されます。この登録番号を領収書や請求書、納品書等に記載するという流れになります。そして申請すると、消費税の申告が必要になります。要はね、その年から消費税の確定申告を作って、消費税を納める、納税するという流れになります。このインボイス制度についてはね、過去にたくさん動画作ってますので、こちらね、一番直近のものでしたらタイムリミット、あと1年インボイス制度徹底解説ということで、20分で消費税の基礎とインボイス制度の基礎について解説した動画がありますので、必ずこちらの方確認してから本日の動画見ないと、ちょっとね内容わからないなとかね、何のことを言ってるんだろうっていう風になりますので、しっかりとインボイス制度をなんとなく分かった状態でこちらの動画確認するようにお願いします。はい、そしてインボイス制度はね、もうこれ皆さん知っていると思うんですけど、令和5年の10月からスタートします。そして申請の締め切りは令和5年の3月31日までにこの登録申請書出してくださいねというのがルールになります。ちょっと申請のスケジュールについてね、表になったものがあるので、そちら見ると分かりやすいので、そちらの方ねちょっとね見たいと思います。はい、登録申請のスケジュールはこのようになってます。もう登録申請自体はスタートで、もうね登録してるよという事業者さんもいるかと思います。そして締め切りは原則して、要はこのスタート、令和5年の10月1日からスタートする、間に合うためには原則して令和5年の3月31日までに登録申請手続きを行う必要があるということです。このね、令和5年の10月1日からこの適格請求書と保存方式の開始と書いてありますけど、これが要はインボイス制度と呼ばれるものだと思ってください。スケジュールはこのようになっています。次、じゃあ2つの法律を紹介します。この法律をちょっとね押さえておいてからじゃないと、どういったことが法律違反になるかなってわからないと思いますので、ざっくりと簡単に押さえます。はい、独占禁止法と下請け法、これについてね、どういう法律なのですかというのをね、少し簡単に説明をします。まず独占禁止法の方からいきますね。これは公正かつ自由な競争を促進するもので、事業者が自主的な判断で自由に活動することを目的として設定された法律になります。ですので、優越した地位にある事業者が取引の相手方に対して不当な不利益を課すことや、優先的地位乱用を規制するために設定
定された法律になります。もう一つの法律は下請け法と呼ばれるものです。これは下請け取引の公正化を図るのが目的の法律です。立場が弱い下請け事業者の利益を保護する目的で独占禁止法、この法律ですね、先ほど1個目に紹介した法律を補完する法律として制定されているものです。こちら2つ違反するとどういうことになりますかというと、公正取引委員会から勧告や命令を受けたり、最高50万円の罰金などありますので、違反しないようにしないといけないわけです。はい、じゃあインボイス制度でどういったことをしたら独占禁止法違反になるか、下請け法違反になるかっていう具体的例をね、図で見ていきたいと思います。はい、ではまずね、事例1です。報酬総額ね、11万円で契約を行ったと。契約した時には報酬総額が11万円でした。そして取引が完了した後にインボイス番号が請求書に載っていなかった。あ、これはインボイス番号がないから A さんは免税事業者ということか。その結果 A さん、あなたが免税事業者なら消費税相当額は払えないですって言われた場合ですね。この場合、これは下請け法違反というふうになります。発注側がね、下請け事業者に対して免税事業者であることを理由にして一部もしくはね、消費税を支払わない行為というのは下請け代金の減額として問題になります。ですので、このようなパターンで取引が起こった場合は、それって法律違反じゃないですかっていうふうに言うことができるということです。これを知ってるのと知らないとでね、なんとなくうやむやになってね、そういうものなのかと思ってしまうと、これ通過してしまいますので、お互い気をつけないといけないポイントになります。はい、次事例2つ目見ていきたいと思います。事例2つ目ですね、単価交渉および発注しましたと。単価が10万円、 A さんは免税事業者でしたよねっていうことでね、継続的に取引が行われている関係、その後に今後も踏まえインボイス登録をお願いしたいときました。で、免税事業者さん、 A さん承知しました、インボイス制度登録しますよということになりました。そして課税事業者を選択してインボイス制度登録して課税事業者になったと。ということは次回から価格交渉しないとなってことですよね。そうですよね、今まではね10万円でしていたところを、今度はね自分がねこの消費税を払う側になるので価格交渉をしたいと。で、次回発注に受けたね交渉の時に、課税事業者になったので交渉したいんですけどって言った時に、それは無理ですと、いつもの金額で発注させていただきます。これはね、本当 A さん困りますよね。インボイス制度登録したのにもかかわらずね、無理ですって言われてしまったら、これは非常に困ることになります。これも下請け法違反となる恐れがあります。このね、下請け事業者が課税事業者にもなったにもかかわらず、交渉に応じず一方的に従来通りの金額にね据え置いて発注するっていう行為は下請け法違反になる可能性がある、買い叩きとして問題になる恐れがあるので、これはどちらも知っておかないといけない情報だと思います。こういうようなことをしないように気をつけましょう。はい、次3つ目の事例です。こちらね、取引先から、うちはね免税事業者の取引が多いし、とりあえず A さん B さん取引の方には課税事業者になってもらうということでね、お知らせ、はがきなりね、文書が届いたとします。その中にね、インボイス制度にならなければ消費税分はお支払いできない、もしくはね承諾いただけなければ今後の取引先は考えさせていただきますと書いてあったとします。そこでね、価格交渉して免税事業者のままでも価格を据え置いてもらえませんか、免税のままなら 10% 価格を引き下げますと。それが嫌なら今後の取引は考えさせていただきます。もう泣き泣きって感じ、分かりましたって言ってますけど。でね、価格交渉 B さんの場合、取引を切られるのは困るから、うちは課税事業者になりますと。分かりました、ありがとうございます、では今まで通りの金額でお願いします。要はね、これ先ほどと同じで課税事業者になるのに価格交渉をさせてくれないんですねということですよね。これは独占禁止法上問題となる恐れがあるので気をつけてください。課税事業者になるように要請すること自体は、法律違反にはならないんですけど、課税事業者にならなければ取引価格を下げるとか、それに応じなければうちは取引を打ち切るというふうに一方的に通告することは独占禁止法上問題となる場合があります。またね、課税事業者になるよってなった際にも明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様と考えられます。ですのでね、ビジネスってやはりどうしてもどちらかが立場がね強いっていうケース出てきてしまうと思うんですよ。でもこの今までの事例1、事例2、事例3をしっかり押さえておいて、どういったポイント、どういった場所で下請け法、取引法になるのか、独占禁止法に問題となる恐れがあるのか、しっかりお互い押さえておいてね、嫌な思いをしない、要はね、話し合いがうまくいくようにお互いしっかりと押さえておきましょう。はい、まとめ、今回のね動画の内容で言うと、企業側は気をつけることは法律違反とならないようにすることですよね。また法律違反の疑いがかかるような取引、ビジネスの話、交渉をするときに気をつけるっていうことだと思います。そして事業
用側、要は小さいビジネスをされている側ですよね。それは自分を守るためにこの情報を得るということが大事になってきます。この情報を知ってるがゆえに自分を守れるっていう時もありますし、交渉の時にね、一言これを言えるだけでも独占禁止法または下請け法に引っかからないですかって言えるだけでも、このね、お互いちょっとふと立ち止まって、ビジネスというのは信用問題ですし、お互い信用していないとね、この取引が発生しないですし、お金を払おう、まあ、サービスを提供しようというふうになりませんので、いい取引、要はいい交渉ができるようにこのねことを知っておくっていうのは非常に大事かなというふうに個人的に思いましたので、今回動画の方にさせていただきました。そしてインボイス制度、今回のね下請け法とね独占禁止法のみならず、事前にする手続きが多いです。そして事前にしておかないとね、自分が損する場合ケースが多いですので、必ずしっかりと押さえるようにしてください。知らないと自分が損をするっていう可能性が高くなりますので、このインボイス制度というのはきちんと調べておく、もしくはどういうふうに対応していけばうちはいいのだろうかっていうのをね、きちんと事前に決めておく、対策していく必要があります。そして大事なのがこれですね、やはりビジネスをするにあたってね、情報と知識で可能な限り対策をして自分の身を守る、まあ、自分のビジネスを守るというのが大事なことになってくるかと思います。やはりねビジネスはね対等平等とはいえ、やはりね親会社、グループ会社、またはね下請け仕事をもらっているって立場になると、どうしても弱くなってしまうというケースが発生してしまいますので、そういう方々がね嫌な思いをしないよう、そんなね立場に回らないように、しっかりと知識で武装化しておきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、質問相談がオンラインでいつでも税理士にできるということです。まあオンライン上にね税理士を味方につけようというものです。2つ目、サロンズームを定期開催しています。他のメンバーさんと情報交換ができたり、私にズーム上で質問や相談をすることができます。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。普段ね経理や税金、ビジネスに関する情報を平日毎日記事に投稿しています。また TikTok はね YouTube の裏側もこのオンラインサロンのみにね投げてる情報ばかりですので、ぜひオンラインサロン気になるよって方は、詳しくは概要欄の URL から飛び色にしてありますので、ぜひ参加の方お待ちしております。サロンメンバーはねほとんど YouTube を見てきてくださってる方ばかりですので、初心者初めてだからどうしようとか不安に思わなくても大丈夫です。 Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、また個人事業、自営業向けに本を出版しています。経理節税 Q&A ということで、 Amazon Kindle 版もありますし、大きい書店で売ってます。また楽天ブックスからも購入できますので、自営業フリーランス向けにね必要なポイントが Q&A 形式なので、気になる箇所からパラパラっとね読めますので、かなり分かりやすいっていうのを意識して作った本ですので、ぜひ皆さんこちらの本ねお買い上げいただいて、また Amazon レビューいただけると嬉しいです。そしてまだねチャンネル登録していない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがたいことにね、チャンネル登録がねおかげさまでね10万人を突破することができました。まだまだねチャンネル登録まだの方お願いします。また高評価ボタン、感想やコメントいただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他 SNS はインスタグラムもしています。インスタグラムはフォロワーが 2.8 万人、 Twitter もしてますし、 TikTok もしてます。 TikTok はフォロワーが 6.3 万人となってますので、他の SNS も概要欄から飛べるようになってますので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、それでは本日も動画最後まで見てくださっている方、ありがとうございます。今回ね本当インボイス制度について大事なポイント、まあ、法律違反にならないよ、まあ、自分のね身を守るために大事な知識、情報をつけておいてね我が身を守りましょうっていう動画内容となっておりますので、必ず皆さんしっかりと勉強して知識を得て、今回のようなねお互い法律違反になりまして、取引先同士ギクシャクした関係にならないようにしっかりと押さえておきたい情報になります。本日の内容は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。